細川を取り戻すには誰出せばトレードできるんやろ。佐野くらい出さなあかんか。もはや佐野でも無理。佐野と山崎出すって言ったら、未来の三冠王候補やぞ4人は出してもらわんと。今永東宮崎と細川ライデル大島のトレードとか面白そう。誰出しても無理やろ。金銭100億とかならいけるか。年齢からしても打者で釣り合うのは牧だけやろな。今永石田あたり流出しそうなんやろ。笠原のポテンシャルを信じて1年投げさせてくれ。何度も言われてるけど横浜にいても今の細川になってないからな。たかが数ヶ月だけの中日の期間だけで変わるほどの育成力あるんなら20本塁打日本人10年以上いない異常事態になんてならんぞ。横浜にいても試合に出られないに文化良くて代打要員だし実力は前からあったけど移籍してメンタルも良い方に変わったんだろう。牧がフリースインガーになる横浜の育成ってどうなってるんや。支給選ぶと罰金でもあるんか。大島がついてくるなら佐野が妥当やろ。佐野と有望な若手細川。若くて右打者で長打打てる強肩の外野しかなり貴重だからトレードではこのクラスは出せないや。逆に対等にするには笠原はどれくらいの成績残せばよいのか。 FA まで待っても29とかやろ。まだ使えそう。オースティンについて行ってアメリカでトレーニングした時は期待したがやっぱり変わらんなったからな。中日で成長できてよかったわ。年齢考えるとマジでおらん。